こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近僕が買ったあるコートをですね、皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。こちらの動画を撮っているのは10月の後半なんですけども、最近はですね、朝晩はだいぶ冷え込むようになったんですね。そうなるとやっぱりですね、手放せなくなってくるのがアウター類なんですね。まあ、僕もですね、仕事柄さまざまなアウターを実際に買ってみたりするんですけども、今年はですね、ある1枚のアウターを買い足したわけですね。それがですね、今回ご紹介したいこちらのコートなんですね。商品名をお伝えしますと、グローバルワークのウーリーテックビッグコートというアイテムなんですね。これはですね、たまたまグローバルワークに入った時に見つけたんですけども、試着をした瞬間にですね、すぐに買いましたね。なかなかですね、試着をしてすぐに買うってこと僕は多くないんですね。一旦持ち帰ってよく考えようっていうことも多いんですけども、このアイテムはね、結構即買いに近かったですね。それぐらい完成度が高くて、多くの男性にもおすすめしやすいコートなのかなというふうに思っています。まあ、秋冬に着るアウターというのは大きく分けると、ロング丈のものと着丈の短いもの、2つに分けることができるのかなと思っています。まあ、今回ご紹介するのは前者の着丈の長いコートなんですね。こちらは見栄えとしてはかなり綺麗めに見えるジャンルかなと思っています。一方で着丈の短いアウターというのは、例えば G ジャンですとかナイロンジャケットですとか、あと真冬のダウンですよね。このあたりが該当するんですけども、前者のロング丈のコートに比べるとやはりですね、ちょっとカジュアルに見えるというところがあるんですね。まあ、それぞれに良さがあるわけですが、まあ、僕たち大人の男性にはロング丈のコート、これはですね、やっぱり一着はあった方がいいのかなというふうに思っています。そしてこのロング丈のコートというと、今まで定番だったのがユニクロのチェスターコートなんですね。これはですね、昨年動画でもご紹介したんですが、もう鉄板ですね。まあ、一番ですね、多くの男性に似合いやすいのは間違いなく今季もですね、ユニクロのチェスターコートかなと思っています。これはもう殿堂入りしたようなもんですね。そして今回ご紹介するグローバルワークのですね、ビッグシュエットのコートなんですが、こちらは通常のチェスターコートはすでに持っていて、もうちょっとですね、今年は今っぽい雰囲気を楽しみたいなとか、ちょっと人と違うものを選びたいなという方には、まずこのコートはですね、間違いのない選択なのかなと思っています。まあ、この名称にもある通り、このコートというのはサイズ感がですね、少しゆったりめ、ビッグシルエットにできてるんですね。ただビッグシルエットといっても、最近の流れとしてはそこまで大きすぎるものというよりは、普通のサイズ感よりはややゆとりがある、これぐらいのものがですね、少し増えてきてるかなという感触があります。その点グローバルワークはですね、やっぱり行き過ぎないトレンド感を表現するのがとても上手だなというふうに思っています。これはですね、なかなか仕上がりがいいので、この後僕が実際に着ながら、このコートの特徴だとか、あとはどのようにこのコートを活かしていけばいいのか、このあたりについてもしっかりと解説をしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速コートの方を着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、実際に着てみるとかなりゆとりがあるのが分かっていただけるかなと思います。まあ、通常ですね、ユニクロの僕はチェスターコート S とかを着ることが多いんですが、こちらのコートに関しては最初からですね、 M と L の2サイズの展開になってるんですね。ですのでジャストサイズで着るコートというよりは、少しゆとりを持って着るというのが大前提としてあるコートなのかなと思っています。まあ、身幅もゆとりがありますし、着丈も長いですよね。まあ、僕の膝の位置がここなんですけども、膝丈よりもちょっと長いぐらいで、かなりゆったりめの仕上がりになってるかなと思います。ただですね、ビッグシュエットのコートってもっと大胆に大きいものもあったりするので、その中では行き過ぎた感じは出ないのかなと思ってまして、個人的にはですね、すごく今っぽいバランスで気に入っているサイズ感なのかなというふうに思っています。ただ1点だけ残念なところがありまして、それがですね、腕が長いんですよね。まあ、僕は小柄というのもあるんですけども、164センチの体型だとですね、どうしても袖丈が長いというところ、ここだけが一つネックかなと思うので、この後ですね、袖丈に関しては少し詰めていきたいなというふうに思っています。でデザインなんですけども、こちらシンプルなチェスターコートに近いようなものになっていますね。ジャケットの着丈をそのまま長くしたようなイメージなんですけども、ちょっと変形になっていまして、通常のチェスターコートであればボタンが真ん中についてるんですけども、見ていただくと分かる通り、少しボタン位置が右にずれてるんですね。まあ、そうすることでボタンを止めると少し襟が重なるんですね。この感じが僕は個人的にすごく気に入ってるんですね。
チェスターコートという定番的なコートと、もう一つですね、タイ六軒コートと言われるような結構おしゃれ上級者の人が好むようなコートがあるんですね。そのコートというのは結構ですね、こちらのコートのように襟が重なるような作りになってるんですね。ちょうどこのチェスターとタイ六軒のですね、間のようなバランスのコートになっていて、その雰囲気がですね、個人的にはドハマりした感じなんですね。値段もですね、1万円台でこれぐらい完成度の高いコートというのが手に入るのは非常に満足度が高いのかなというふうに思っています。そして結構ですね、面白いのが素材感なんです。まあ、ウーリーテックという名前の通り、見た目はですね、結構ウールのコートのように見えるんですね。正直ですね、見た感じも安っぽさ全然ないんですね。上品な雰囲気が漂っているので、一見ウールのようには見えるんですが、こちらはポリエステルを使って作られているんですね。ですので本物のウールに比べるとだいぶ軽いんですね。まあ、ウールのコートってもちろんメリットとデメリットがあって、上品に見えるというところが一つの良さなんですけども、どうしてもですね、ずっしりと重たいものも多いんですね。その点このコートはかなり軽量なので、ロング丈で重量感がありそうに見えながらも着た感じはすごく楽なので、その点も使いやすい点なのかなというふうに思っています。まあ、誰にでも使いやすいというコートではなくて、通常のチェスターコートに飽きた方だとか、ちょっとトレンド感みたいなものをですね、楽しみたいという方にはこのコートはめちゃくちゃおすすめかなと思っています。個人的にもですね、チェスターコート好きなんですけども、結構街で着てる方も多いので、これぐらい変化球が効いてる方が着やすいかなというふうに感じています。まあ、このコートをですね、僕はどのように合わせるのかというと、まず内側に着るものなんですが、3択あるかなと思っています。まず1つ目がニット系ですね。まあ、まさに今僕が着てるような感じのものなんですけども、丸首のニット系というのは間違いなく相性がいいのかなというふうに思っています。あとはですね、先日ご紹介したスウェット系なんかもいいかなと思っています。グローバルワークのですね、エアクッション系のシリーズがかなり色の雰囲気もトレンド感が溢れていていいので、こういったものを中に入れてあげるのもすごくバランスがいいかなと思っています。そして3つ目が、今度はフードのついたパーカータイプですね。このコート自体が着丈が長くて結構きれいめなので、内側に着るものはややカジュアルに振ってあげてもバランスがいいかなと思っています。僕はですね、このようなニット系のものを合わせるのも好きなんですけども、今季に関してはスウェットだとか、あとはパーカーですね。このフードがつくことでだいぶ雰囲気が変わるかなと思うので、こういった着こなしなんかも楽しみたいなと思っています。まあ、せっかくなので今回の動画ではこのニットを合わせた着こなしだけではなくて、この後ですね、パーカーとの合わせも皆さんにお見せしたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今度は内側にですね、パーカーを着てみました。まあ、パーカーというとこのようなフードがついているので、結構カジュアルな雰囲気になるかなと思います。先ほどのようなニット系もいいんですけども、僕はですね、これぐらいカジュアルに振ってあげた方が個人的にはですね、気楽でいいかなと思うので、今季はこのようなコーディネートを楽しみたいなと思っています。内側に合わせているのは今季のユニクロ U のものなんですけども、この色味が結構気に入ってるんですね。コートが今回ブラックで重ためなので、このような差し色があってもですね、バランスがいいのかなというふうに思っています。他にはですね、ライトグレーだとかホワイトのですね、パーカーなんかも相性がいいので、ぜひ皆さんにはお試しいただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスなんですが、今回はですね、グレー系のジーンズを合わせています。最近はですね、結構このような色のジーンズが好きでよく履いているんですけども、レッドカードというブランドのものを今回僕は着用しています。全体のシルエットなんですけども、上半身が結構ゆったりしてますよね。ですのでボトムスに関しては僕はちょっと引き締めたいなと思ったんですね。ですので細身のジーンズを合わせて Y シルエットというようなラインを出すようにしています。上はゆったりで下が細身ということで、結構こういったシルエットは大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、グレー系のジーンズというのはなかなか探すのが難しいので、まあ、皆さんにはですね、通常のユニクロのですね、ブラックジーンズなんかを合わせてもらうのがいいかなと思います。もしくはジーンズ系が苦手な方にはですね、スマートアンクルパンツなんかで代用してもらうのも良いのかなと思っています。あくまで大事なのは全体のサイズ感ですね。全身ゆったりめというのはそれはそれで今っぽくていいんですけども、なかなか僕たち世代にはですね、難易度が高いので、上がゆったりで下は細めというバランスがすごくいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では最近僕が購入しました
グローバルワークのですね、ロング丈のコートをご紹介させていただきました。これはですね、今季のコートの中では一押しかなというふうに思っています。もちろんですね、先ほどもお伝えした通り、鉄板というのはユニクロのチェスターコートで、まず間違いがないかなと思うんですね。素材の雰囲気もとてもいいですし、あの価格帯であそこまで完成度の高いチェスターコートって他にはまずないと思うんですね。ただこれは定番的なものであって、もうちょっとですね、トレンド感を出したいなとか、人との違いというのを楽しみたいなという場合には、このようなロング丈で少しゆったりとしたシルエットのコートもですね、非常に楽しみやすいのかなというふうに思っています。僕自身はベーシックなものも好きなんですが、やっぱりですね、人と違うものを楽しみたいという思考がどこかにあったりするので、今年はですね、このコートをガンガンに着倒したいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。